プレーキュー総チェックさあということでね総チェック始まって、まあ、今回が、まあ、開幕スペシャルやりましたけど、まあ、正式には今回からということですけども開幕スペシャル総チェック20万以上再生ありがとうございますやる気出ます、はい、勝っても負けてもここからですよタイガースファンの皆さんねっ d n a ファンの皆さん日本ハムファンの皆さん開幕3連敗大したことじゃないです昨年もロッテは開幕5連敗でマジック3、まあ、優勝できませんでしたけどそこまでいってますヤクルト去年阪神に開幕3連敗しましたけどリーグ優勝日本一してますねプロスピの解説でも言ってますけど開幕ダッシュしたら下で越したことないけど だからって言って優勝するわけではない、ね、ソフトバンク、去年ね、開幕3連勝ね、大逆転でしましたけども、結果、B クラス、ね、っていうのもありますでも、えー、2002年のロッテ、ね、開幕11連敗、最下位、まあ、11連敗までしたら最下位です、ね、そこぐらいまでは吹き返していきましょう火曜日からはね、そのためにも佐々木のソジックを見でてですね ね、悪いところは悪い。いいところはいいっていうところをね、皆さん、楽しんでね、プロ野球、ね、月曜日、試合ないんですから、これで楽しんで、予習、復習、ね、そういったところで盛り上がっていきましょう。はい。さあ、ということで、スタートパリーク優勝予想にもしている、ロッテ、楽天、ロッテから。ね、開幕はね、もう言ったんで言わないですけども、3月25日、韓国は、ね、開幕はね、0対4でロッテの勝ち、26日、雨天中止。 で27日、6対5で楽天、さよなら勝ち、一勝一敗の五分というね、形になりましたけども、まあ3月27日ね、えー、ロッテ・佐々木、悪くはなかったね。いきなり先頭、ね、あの、開幕、ま、あのー、5者連続三振で、えー、6回86球、6安打13、29、3失点と、まあ球数も非常に少なかったし、悪くはなかったけども、やっぱね、変化 いうか高いね全体的にだからそこら辺、ね、最初のところはね楽天投手陣もやっぱ力もあるからねアジャストしきれず結構ねこの高めのフォークとかね若干ボール臭いなっていうところもあったけども島内の時とか、ね、あのそれ見逃し三振取ったりとか,とか、ね、苦労してましたけど結局、そのね高めに来た変化球を打たれるっていうところでねあの、まあ、負けはつかなかったけども、まあ、勝ちがつなかったっていうところは。 もうちょっとだから、ね、調子は、ね、そんな良くなかったんだろうね、そこら辺、もうちょっとねあのここから調整、ね、していきたいなと、でね、3回表、ね、いきなり平澤、フォアボール、平澤も、ね、3連戦、ね、ヒット出てない、こう打っとかないと、まあ、フォアボールも大事なのよ、このフォアボールをきっかけに初戦もそうだし、このねあの、まあ、日曜日の試合も得点に絡んでるんで大事なんだけど、やっぱ打っていかないと火曜日からね。 エジバリアが出てきたり、昨、ね、日も、ね、こスライディングキャッチディフェンスとか、ね、あったりヒット打ったりしてるんで交、ね、代させるからこの3連戦、ね、まあ、2試合しか試合なかったけどもノーヒットはちょっと痛いねあと初戦の、ね、守備のバタバタ感、ね、そこら辺ちゃんとやっとかないと、ね、ゴーファームになっちゃいますよ、ね。というところで3回、ね、あの平澤が粘ってフォアボール、ね、その後、えー、高橋マーティン打ち取られるけども中村の時きに、ね、盗塁成功して 調子のいい中村が先制、おっと、これはいい形で2連勝あるんじゃないのかっていうところでね3回裏、こちらも先頭、渡辺がフォアボールだから結局、フォアボールがねちょっと点につながっているで、ね、安田があの初ヒット、ね、グッと、ね、レフト前に高めの、ね、球、負けないでねで、ここで田中和樹、バント失敗だけどもそんな悪くなかったけど松川、グッと。 出足早かったねしかも、あれれなんかかちょっと切れ目からね芝の切れ目から土に向かっていってたからあれ、見逃せば普通、5割の選手はね多分見逃してファールに多分すると思うんだよね、それを間髪入れずにとって投げてね、まあ、これぐらいアウトだったね、これぐらい、まあ、リクエストも、ね、しなかったけどよくよく見てもこれぐらいアウトっていうね素晴らしいプレーを使う、松川出だし、ねで、そこでねおチャンスの目、積んだかっていうところで西川。 高めに浮いてきたスライダーね、ライトオーバーのタイムリー、逆転、ね、で、ワンアウト、三でここでね、山崎で、まあ、ファーストだったけど、もう1点取りたかったけどね、まあ、この逆転っていうのは大きかった、で6回ぐらいね、まだここから西川、フォアボールで出て、ここね、盗塁、ね、で、その盗塁が生きて、浅村のヒットで3点目、これでもう結構ね、楽天に流れがついて、西川もね、新天地で楽天に行ってね。 グッと今、いい感じで来てるから、まあ、西川にとってねこうチームが変わったっていうのはね野球選手としては非常によかったかもわかんないね、でもこの3対1になってあ、これはちょっと楽天勝ちかなっていうね、で7回、ブセニッツねで、8回、安楽っていうところが出てきたけども、先頭ね、ね中村、ツーベースで、レアードアウトにするけど、佐藤俊哉の時もね高めに浮いた変化球、しっかりね踏み込んで、ライトへタイムリー、岡、オフォアボール。このフォアボール見たたかったけども 一番痛かったのは大体山口出てきた時の初球、パスボール、やすっバッと、まあそれまで結構止めてたけどねあのストレートだっただけに反応遅かったねでもストレートもワンパンくるっていう認識をしとかなきゃいけないこれがいつもねキャンプの時とかもね日韓の評論とかでも書いてたけども、ね、ピッチャーのミスの許容範囲を知ることが大事なんだよね。 だからこの新人キャッチャーが難しい理由っていうね動画の中でも語ったけどもやっぱりそのミスした時にこういうミスが起こりやすいっていうミスの許容範囲をすることによって危機察知能力でそっちの方がカバーできるっていうところが身につけるために、まあ、身に身つけるためもキャッチャーのスキルとしては必要あれね反応遅れてたの下が抜けてパスオールでそれでね次、あのスライダーだけども高めに入ってホームラン。だから、まあ ワンパワンパ、まあ、真っすぐだったけどね、ワンパン止めれなかった、ランナー三塁いった、これねあの、ワンパンちょっとしにくいな、ワンボールになったら高めに抜いたところ、山口の一人のスリーランガッチ、これで、あら、ロって勝ったんじゃないのと、ね、いう感じに見えたけども、ね、8回裏、西川からライトに振って、山崎、フォアボール、浅村、三振するけども、島内のライトへのタイムリー。 でこの後ねワンアウト、一、三塁から小郷、鈴木大うとここで本当はねもう1点取って、ね、追いつきたいところだったけども、まあ、なんとかしのいでね9回ね、裏っていうところで銀次、まあ、がねつまみながらヒット銀次、まあ、がね代打でいるっていうところもちょっと楽天のね強みではあるけどもでワンアウト、二塁になって田中克樹の時に松田のボート松川もよかったよ、止めてた。ワンパンパずっとねでも 増田の時ね、ブロッキーの形行くけど手が、まあ、これでいこうか、これでいこうか迷って、遅くなってはじいて、だから判断ミスだね技術っていうより脳の,の判断ミス、ね、でそれで三塁行って、西川の犠牲フライ、だからこの楽天、まあ、行ってこいなんだけどね楽天もロッテもあのキャッチャーのワンパンを勝負どころで止めれるかどうかが大事なのね、そこで、まあ、その前の、ね、松川もゲレーラの時めっちゃ、ね、止めてたけどもね。ね そこのやっぱ勝負どころがねずっとできているから新人あの2位じゃんそれじゃダメなのプロは新人もベテランも関係ないのそこで止めれなくてで結果、ね、同点になってで11回裏ここも、ね、すごかったのが、まあ、ワンアウトから、ね、あの小深田がセンター前ヒット出てて住みたいの時にエンドラン連発なんとしてでも、ね、あのセカンドに送るぞっていうね。 で結果、セカンドに送ったことによって、外野が前進守備引く、田中和樹のセンターオーバー、ある普通の、もしランナー一塁のままだったら、多分普通のセンター裏、それが前進守備引いたことによって、小深田だし、足早い、いつもより前目取るぞってって、上越えてっていうね、あのスミタイの,のエンドランっていうのが、采配も含めてね非常に受けた、いいね、サヨナラ勝ちだったかなと。そういったところでもね、西川祭りだね。 やっぱ西川が、ね、やっぱ新天地に来て、まあ、いい形で、ね、チームを、でねまあ、楽天は、ねまあ、足も小深田とか使える選手もいるんだけどやっぱ全体的に盗塁数が少なかった、それを西川が来たことによって盗塁数もしっかり増えていくという形で、ねまあ、あの本当に2連敗、ね、してもおかしくなかった試合展開だったけどもやっぱり一、ね、つのミス、ね、っていうところからバタバタバタってそこをつ、ね、けるっていうのも大事だからねそういったところでは非常に、ね、あのいい逆転劇。逆にロッテはね これ去年前だったらやっぱ引き分けの多さっていうのもやっぱりその2位、躍進につながったけども今年から延長12回あるっていうところでこの方程式を使ったその後ねっていうところの大事さっていうところがねまあ今年、これがどうなるのかっていうねあで逆に楽ではね松井裕樹をね絶対勝つんだっていうところで2インニング、買いまたぎでまあ投げさせたまあ球数がね少なかったっていうのもあるけども投げさせたっていう采配の,の目を。 延長をどうするのか投手起用っていうのもね、まあ、今年、本当に順位を、ね、大きく左右するベンチワークっていうのに、ね、なってくるのかなっていうような、ね、試合見えましたね、これがね、まあ、巨人も延長いきましたけどプロ野球では今年、ね、3年ぶりの初めての延長っていうところになりましたけども結果ね、ね一勝一敗の五分っていう、ねえー、形でしたさあ続いてはですね、えーえー、こちら西武対オリックス。ね 25日、6対0でオリックス山本完封、ね、じゃないけど完璧、ね、で26日、逆に隅田が完璧、ね、5対0でセーブで27日、7対6でセーブ、えー、2勝1敗でセーブの勝ち越しという、ね、ところになりましたけども、まあ、26日の試合、ね、セーブ・隅田7回98球1安打5三振3四球無失点とまあ、っすぐカーブカット、スライダーチェンジアップ、フォークと、まあ、どんどんねストライクに投げ込んでいってでスリーボールになる時も結構あったけどもそこからね こう崩れることなくどんどんストライク取りに行って、まあ、打たれる時もあったけど、その制、ね、球力グッ、ねで、フォームもなんか菊池雄星みたいでね非常にあのこの躍動力ある、ねえー、ピッチングかなとでしかもね、ねねやっぱり、ね、これいつも言ってる、ね、サザザキチャンネルではいつでも言ってるまる、あ、先発のローテーション入って1年間頑張るためにはチェンジアップ、フォークなどをしっかりボール先行しても投げきる能力がいるっていうところを言ってきたけどもこの隅田は、ね、2個あるチェンジアップフォーク。 でしかも二種類ともに、ね、比較的、ね、いい形で投げれてるっていうところでちょっと、ね、今年、かなり、ね、あのいい感じでいけるんじゃないのかっていうねそのピッチング、結果だけじゃなくてその投球ないよっていうところも非常に良、ね、かったんじゃないのかなと逆にオリックス、宮城ね五回百一1球6安打四三振、2 9四失点とで心配なし、ねまあ、初回ね、ねちょっと山川の一発がドーンって出たからね ちょっっとあれだったけども投球自体は全く心配いらない、ね、これはもうね次の,あのピッチングあの、まあ、打線の援護もあるけども、まあ、次の試合では、ね、勝つぐらいの非常にいいピッチング、ね、でもあの、ね、初回、ね、鈴木、えー、レフト線、ね、あのツーベースでオグレディーセンター前このポテリト痛かったねバットの先っぽに当たってで中村、セカンドフライ打ち取るけどもワンアウトからね山川にスリーラン。しかもね ワンストライクからあの高めの釣り球、ね、勝負いってないのよ、あ高め、まあ、振ってくれたら OK だけど見せといて次また外とかねっていう風なあと変化球、膝元っていう風なただのジョイント役のボールあれを、ね、ホームラン打たれたっていうところでショックがでかいねキャッチャーとしては高めの、ね、ボール球要求してそれねホームラン打たれるので本当一番ショックあの勝負しに行ってないからねそこでねでも、それを山川が、ね、ホームラン打ったのはさすがです。ね でです、はいえー、でねでもう一個ね大事だったのは4回裏ノーワードにしたのリーで、ね、あの栗山、センター犠牲フライこれさすがの1点、この1点大きかったねこういったところでしっかりねコツコツ中押しできたっていうところもね隅田にとっては大きいし西武にとってもリズムよくねこの栗山の犠牲フライ非常に大きかったなというところで、まあ、オリックスはねもうなすべなしです、あのー、開幕戦の西武同様です。 で27日、7対6でね西武ていうところで、まあ、オリックスがね初回、2回、3回と2点、2点、2点で6対0になった時点であもう今日はオリックスやなっていうね感じだったけども、まあの連覇した時のねあの師匠、都市打線のようにあそこからの大逆転劇強さが返ってきたんかっていうね、えー、ところでしたけども、まあ、山崎総一郎ね 5回3分のうち84球5安打234、1失点まあ4失点はしたけども昨年同様、中盤のいい時の感じのピッチングはしてたねまあいね本人開幕戦というところでねああのまあ結果ついてこなかったけども東球内容自体は悪くなかったんじゃないのかなと、えー、思いますで西武、ね、渡辺3回55球6安打234、一失点、六失点。 まあこっちのほうが悪かったね、全体的に、じゃあ、球も高かったし、その自分の、ね、持ち味っていうのは、ちょっと発揮できなかったなっていうね、えー、ところのように見えましたね、あとやっぱり両チームともにね、四死球絡みからの失点をしてるところがね、まあ、もうちょっと気をつけていかなきゃいけないなと、で初回もね、あの福田、フォアボールからの、まあ、後藤俊太がね、ライト前打って、あいと、こいつ、バット、で、結果でね、その後2失点してるし。 で2回はね若月ヒットからの、まあ、福田、で後藤俊太のタイムリース、ね、リ、えー3ベースになるけどもここもね福田の左中間のフライね、まあ、取れ多分ね、ね取れなかったと思うけどあのつまついたか引っかかったかな、いとこけた、バッと2イニ二二連続、あのもう後一してこけてで、まあ、あれね取れ、多分取れなかったと思うの、こけなくてもでもスベースはなかったと思うんだよね。 で、その後後藤俊太にタイムリー打てるからあそこ一失点でね収まった可能性もあるだけにあのしかも本拠地だからねあれまあビジ,ターだビジターで人工芝も張り替えてつまずいたとかね滑ったとかだったらまあまあわかるけど本拠地だからねバーッと勝ったから笑えるけどね笑えないよ、ね、3回をね胸のデッドボールからラベルは、ね、ツーランっていうところでちょっとフォアボールとミスがね 絡んで6 7点だから雰囲気的にはその土曜日に作ったいい雰囲気を一気に壊すね形になってあの、まあ、これはもうオリックスかなって思ったところで、まあ、反撃のの、ね、ろしを上げるのがやっぱ栗山なのよ、このね、あのー、5回裏山川ヒットを打って森がダブルプレーになってあここ終わりかなっていうところから殿崎の,のね、あのフェンス直撃のツーベースでそして栗山がねここライトへのタイムリーツーベースを打ったっていうこの1点がね 反撃の上げる結果的にね大きなツアウトから1点逆にオリックスはねここでダブルプレー取ってポンで0点でいっとけば勝っただから、キーポイントはねトータルでいうキーポイントは昨日やっぱ5回の裏だったかも分からないねでそこで前日同様にこのベテラン栗山がいい仕事をするっていうところがね西武に一気にねちょっとこれまで行ってたところはギュ,ギュ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 って戻ったね1本に見えたかなとでねあの訪れた次の回、6回裏ね一気に4点行くんだけども まあここもね源太が粘ってねフォアボールで鈴木翔平、ライト前オーレディーがいいね、この2番のいい感じのジョイントになってで中村、ショの間であの間比嘉に代わって山川がまたツーラン、ガッチどうぞ山川、山川だからタイミング取れてるね、もうこの3連戦見ててもそのやっぱり調子悪くなるとタイミング取れてないからやっぱ強振しないとバット出てこないからまあ満振りするんだけど本当になんかコンパクトに力抜けたね。 なんかこう楽な感じで打ってるあの感じに見えるから非常に調子いいんだろうなっていうような打席に見れますねでも、まだこれでも6対5まだ勝ってるオリックスで来ました、事件は8回裏、ね、ピッチャー、村西、ね、これはなんかあの中島監督の、ね、話では本当は8回行きたいやつ行けたけど いいいたんだけけどもいけない理由があるっていうね、まあ、これ何が起きたかはちょっとそこまでは分からないんだけどもでそこ村西が上がって先頭オブレディにねフォアボールねで中村、ショートゴロでワンアウト1塁になって山川、ね、ツーベース、バーッと吉田、ボール、微妙に見失ったねちょっとこう一瞬やってねあれ、もうね、まあ、選手はやっぱ頑張って最後まで取りに行くけどもっともう諦めて福田がもうガッツでいった方が。 最後なんかバタバタってなったからね良かったのかなっていうところもあるけどもあれを見失っちゃだめです、あれだって取ってたら多分勝ってたよ、ねでその後ね森がタイムリーツーベースで逆転っていうね、えー、ところになって最後ね、ね増田が締めていく、増田もねあのオープン戦とか練習の時130何キロとかだったけど140キロ後半になってさすがね合わ,合わせてきたなっていうね、えー、ところでしかもリリーフがねあのー、佐々木水上、宮川、平井、増田と。 あのまあ、佐々木はねヒット1本打たれたけどもしっかり三振も取ってこの、ね、リリーフつなげれたっていうところはね去年ね、ねちょっと平良以外のリリーフがねちょっとボブリスがかかちょっと、ね、ザカザカ下げてたけどもそこをねしっかりまとめ切ったっていうところがねこの6対0からの大逆転、非常に西武としては素晴らしかったしオリックスはねやっぱりこういったところがね相手で、ね、ミスでね6点取ってきたのに最後はミスでねひっくり返されるっていうところで勝てた試合だったのでねそこはちょっと痛かったなっていうところはあります。まあ、結果ね あのー、2勝1敗で西武の勝ち越しでしたさあ続いて、えー、ソードバンク対日本、まあ二25日開幕戦は、ね、4対1でソードバンクガルビスの、ね、逆転満塁ーホームランというところで、ねえー、勝って26日も6対3でソードバンク27日も6対4でソードバンクソードバンクは、ね、3連勝という、ね、形になりましたけど二26日試合、ね、ソードバンク、えー、先発、東山7回99球4安打7三振1四球2失点と あのボール先行して、ね、あの苦しい投球になったけども、まあ、そこから崩れなかったっていうのは良かったし、まあ、あの一番、ね、良かったと思うのがやっぱ昨年までは、ね、なんかツーシームとかカットスライダーとか,なんかチェンジアップシンカーとか,なんか、ね、変化球でどうにかかわしていってでいくみたいな感じだったけどもっとストレート使えばいいのにってもう去年思ってたんだけど今回の、ね、このね あの本人開幕戦の初戦、ね、投球ストレートが、ね、非常に多くてフォーシーム、えー、グッとあれを投げるから変化が生きるよねでそういったところで配球的に、ね、すごい良かったなとでそこが、ね、結果に繋がったっていうのもあるし、あのーやっぱね、若干こう、相手に ビビる感じだとそこからフォアボールなんだけどもそこで相手にビビることなくストライクに、ね、ボール先行しても投げ切れたっていうのが、まあ、結果につながったのかなとってい,う、ね、そういう気持ちの部分とあとはやっぱりその方針もストレートを多めに投げて変化球を生かせたっていうところで配球の面でもすごい良かったんじゃないのかなとで球数も、ね、非常に少なかったですし、まあ、5回裏、ね、まあ、2戦とも四、うん、球からフォアボールから、ね、得点っていうところで 三森、佐藤のフォアボール、まあ、これがね、あの非常にあの大きかったかなと、5回、ね、今宮がツーベース打ってツーアウト、二塁から三森がフォアボールで佐藤泣がね、8球連続、えーまあ、8球連続というかね、粘り見せて8球目でね、フォアボール選んで丸塁になってその後柳田、ね、グラシアルで栗原が、ね、あのタイムリー、クリーンアップか打つんだけども、このやっぱりね ハムはフォアボール絡みだけどもツーアウトになってからこの三森、佐藤のねこのフォアボールでクリーンナップにつなげていくっていうこのフォアボールがね非常に生きたかなとでその後ねクリアルの三塁ゴロ、まあ、清明がねちょっとふわってなってちょっと早球がちょっとそれでねファーストセーフになるんだけどもグラシアルの走塁、グッてあれよくホームまで帰ってきたで、ね、巨人との日本シリーズの走塁を思い出したね。 それぐらいやっぱそのあの、ね、セカンドからしっかり、ね、外国人選手でもホームに帰ってくるっていう走塁が、ね、非常によかったかなとで、まあ、日本ハムはねアルカンタルの2発と清宮の1発,な1発で基本的には他そんな言うほどねチャンスも作れなくて、まあ、攻めてなしっていう、ね、ところから昨日の試合、日曜日、ね、6対4でソフトバンクの勝ちっていうところだけども、まあ、先発、ね、吉田光世、ね、でもやっぱり生、ね。 去年からずっと言ってるけどもあの高いね、全部が。で、低めに行くと球が弱いだからもうちょっとその高めは強く投げれるんだけどやっぱ低めは若干足りたりとか低めの投球がちょっと弱いんだよね投球自体がだからやっぱそのた、まあ、これは金志農業の時もどっちかっていうと高めの方があが投球力あったけどももうちょっと低めにしっかり投げれて低めに強い球を投げるちょっと練習をしていかないと。 今のままだと多分ね、まあ、調子がいい時は勝てるかも分からないけどもこずっと1年間通してはさすがにそれじゃなかなか厳しいと思うの、ね、でソフトバンクの杉山も球めっちゃ高かったのよでも吉田と何が違うかって急速差10キロあるからで、ね、それは力でねじ伏せていけるだろうけども杉山も結局2巡目ね若干疲れが見えた2巡目以降はソフトバンク打線にね 捕まるっっていうところでねやっぱ高めの投球を真ん中のホームランとかもそうだったし捕まるっていうところができてきたんで、まあ、両者ともそうだけどもうちょっと低めに、ね、投げていくその次はもうやっぱ先発でいくってあれリリーフだったらいいんだけど先発でいくってなるともうちょっと低めを意識して投げていくっていうようなそんなコース狙われなくてもいいからね真ん中でもいいから低めにっていうところをもうちょっと両者とも、ね、練習していくっていう部分が。 必要かなとで、まあ、ソフトバンクはね、まあ、初回、グラシアルのエースフライで栗原がねあーホームランを打ってお、まあこれも,もう一気にソフトバンクかと思ったけども4回ね、ねヌニエスの、えー、タイムリーツーベースで1点取ってで5回にねさっき今言った万波がね高めのところをホームラン、ツーラン打ってでここで、ね、シーノフォアボール連発っていうねでだって、あのー、杉山からシーノに代わって1、2、3。 4者連続オフォアボールだからねこれはきついね、でまあ、一気にこれね流れあこれの点の取り方ってすごいイメージも雰囲気も悪いからでこれで一気にあ日本、ビッグボス初勝利かっていうところで5回裏ね、ねピッチャー池田に代わって、まあ、中村センター前で、ね、で海がバンドを決めて三森、ね、あのタイムリー、今宮のねあのショートゴロンの感じ三塁ランナーの、ね、スタートも非常によかったね。ここで しっかりね取られてもすぐ逆転する、だからここがハム的には本番どころだったね、で6回の裏にね、斐がようやくの、ね、タイムリーツーベースを打って、まあ、6対4っていうね、えー、形になったけども、まあ基本的にねソートバンク、あのしっかり、ね、取れるべきところで、まあ 取り切れたかなっていうねあとクリーンナップやっぱ柳田暮らしある栗ラっていうこのクリーンナップがねしっかりパチッとしまって打てばね非常に大きな爆発力生むなっていうところと昨日もね藤井香山松吉萌寧とねリリーフ陣が、えー、しっかり三振もねこの3人で5個取ってるしね素晴らしいリリーフだったかなとあと藤井ねあの4年ぶり一勝ね苦労人っていうところでグッとねでも前日ねやられてるのにこれを 連戦で使った藤本采配でこういったところでねまた藤井も生きえることができるしその1回だめでももうワンチャンス与えてしかもすぐにね与えるっていうねしかもこの、ね、3連勝するために大事な試合しかも超ねでシーノを引き継いだ超大事なところで、えー、投げきって結果ね、ねヌエネス見逃し三振で佐藤ね、ねサードゴロでピンチ。ここは逆に言うとね日本ハムはこの フォアボール、フォアボール来た時にワンアウト満塁からもうね1点とかね取っとけば勝ってたけどここでね取りきれなかったことが敗因だし逆に言うとここでね前日ダメだった藤井を使ってそれを期待に応えて完璧に抑えきることでその後のね逆転劇を生んだっていう藤井の,のピッチングは非常に素晴らしかったしそこをね起用しきったベンチワーク。ね ピッチングコーチもそうだし監督もそうだし非常にね、グッとこれで一気にねこういうのがね層を上げていくからね4年ぶりの1勝っていうねえところを書いてるけどもここがねすごく非常に大きくねチームを一気に層を上げる藤井本人にとってもチームにとっても素晴らしいねこの火消しからの逆転劇だったかなとで、まああの新庄ビッグボスね3連戦、3連敗しましたけどもこのね一番のねまあ 本人もね、語ってましたけど、まあ、全員を使うっていうところがね、まあ、一番の方針だったのかなっていうね、だからピッチャーも野手も含めて、多分登録されてる選手は全員使ったんじゃないのかなっていうね、えー、ところはありますけども、まあ、基本ね、1、2戦目、もうリリーフでね、どん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 みたいな感じになりましたけど、このね、リリーフプランっていうのは、その、まあ見てる方にはビッグサプライズが分かんないけども、やっぱね、メリットと、 デメリットが存在するんだよね戦術的にはでメリットっていうのは、まあ、比較的使われるのがあのシーズン中にあの連戦続いたともしくは先発谷間でも先発がいないとだから、扇監督とかもよくやられてましたけど今日はリリーフデーにしようと全員リリーフでつないでこの1試合をしのごうっていうねこの先発がいなくてっていうところの補うために143試合の中でそういうプランでやっていこうっていうね1つのメリット。 でそしてもう一つのメリットがやっぱり少ないイニングで変わっていくんで相手打線からするとそのアジャストする時間が短いっていうねやっぱその一発必中でアジャストしていかなきゃいけないんでアジャストしきれず一試合が終わるかもしれないでピッチャーも短いイニングでいいから全力で来るっていうところにメリットはあるんだけども一番の最大のデメリットとしてもし78人投げるとしたら 全員が調子よくナイスピッチングしないと負けちゃうんだよね、可能性があるっていうね、これ、7、8人全員がベストナイスピッチングするの、これ結構難しいからね、でしかもその、ねあのー、延長のことも考えなきゃいけないから、悪いからって、ポン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 途中で帰れないんだよね、もう投げるイニングほぼほぼ決まってんだよね。 でそれを途中で何か誤作動が起きたからま不測時でけが人とかだったら仕方ないけども打たれだから調子悪そうだなってなってここでスパッとピッチャーを変えるっていうことができないんだよねなぜなら次の回行くやつは多分、そこら辺言われたところら辺で準備してるしあんまり前で使いすぎてもそれ投げるやついたら延長人いなくなるんだよねでそういったところで78人全員がいいピッチングしないと誰かやらかしちゃったり誰かが調子悪いと勝てないっていうね デメリットが生まれるんだよねであの、まあ、もし、まあ、通常通り先発投げてリリーフってなると、まあ、4人ぐらいが完璧だったらいいんだよね先発が6回投げて7、8、9勝利の方程式が投げてって言って完璧だったら、まあ、勝てますよっていうところになるけど、まあ、7、8人ってなると、まあ、勝利の方程式じゃなくても普通だったら敗戦処理する人普通だったらあの勝ってる試合じゃ投げない人も投げなきゃいけなくなってくるから。それで完璧に こなしてやらないと勝てないっていうね。試合になってくるから、やっぱデメリットも多いんだよね。そのデメリットがやっぱ生まれたのが。まあ今回の3連戦だったかなっていうね。調子が良くても変えなきゃいけないね。調子が悪くても帰れない。 っていう、ね、ところが生まれるのがこのリリーフプラン、ねまあ、打てなかったっていうのも、ね、が一番まあ最大の要因かもわからないけどもこういったところが、ね、このリリーフをすることのメリットとデメリットが発生するからそんなやっぱり対応するもんじゃないねやっぱ全員が完璧にっていうのはなかなか難しいしもっと打線の援護も必要になってくるからちょっと試合を勝つためのクオリティっていうのがちょっと上がってしまうっていうところでは戦術的にはやっぱ多層するものじゃないっていうのが里崎の意見。 っていうところが、まあ、ビッグボス采配には見えたかなっていうね、えー、ところで、まあ、こちらね、まあ、3試合パ・リーグをお送りしました、えー、続いてはセ・リーグ、ねえー、阪神対ヤクルト25日8対10でヤクルト26日0対6でヤクルト27日0対4でヤクルトヤクルトの3連勝去年とはね全く逆の展開になりましたけどもタイガースファンの皆さん、昨年、ヤクルトは開幕3連敗で日本一になってます。 ね、さあ、ということでね、お送りしましょう、まあ、開幕戦のね、やっぱあの逆転負けが、やっぱ痛がってね、結果的にね、まあ、26日、ね、0対6でヤクルト完封勝利っていうところでね、ヤクルト先発、高橋圭一7回93球、2安打8三振、1四球、2デッドボール、無失点とね、腕の振り方が多少変わったかな、のような気がする、若干ちょっと大きくなって、そこからね、コンパクトになって、 体の近くを通って投げていくから、多分ね、出るところを見づらいんちゃうかっていうところと、あの投げ方だとコントロールつくね若干ね今まではこう、ね、スピード重視でコントロールっていうところがね、まあ、去年の今ぐらいの時期は言われてたけども、も多分あの投げ方だとパワーも生み出せてそこからコンパクトに回っていくからコントロールも、ね、つくんじゃないのかなと、あと自分の力を最大限ボールに伝えられる投げ方なんじゃないのかなと、多少変わったんちゃうかっていうねような気がします。 あの高橋刑事ウォッチャーとしてはね、うん、ウォッチャーだからん高橋刑事を見てますよっていう、うん、俺はそう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 あのー、多分日本でに今ね注目してる人は多いけども俺は戸田で7失点してる時からもう注目してたからねそうそうそうウォッチャーとしてはね、うん、ヤクルトファンの次に俺はウォッチャーしてるから、うん、ヤクルトファンよりウォッチャーしてるとは言いにくいよ 象徴的だったのが六回裏の、ね、対中野打席、輿、ねまあ、記録はスライダーって乗ってるんだけどなカーブっぽかったけどあのい、e、い抜けで、ね、大きくきて小さくって手べっちジ打ってのあの小さいポーンって、ね、あのカーブみたいなスライダー俺はカーブだと思うんだけど、まあ、あんなのピッチャー言ったもん勝ちだけどねあの,あの抜け具合、ね、三振取ったけどもあれは非常によかったねあれので緩急ついていくとより打ちづらくなるからね。 で、まあ、阪神、ね、小川5回3分の2、107球4安打6三振、29、1デッドボール4失点と俺、よかったと思うけどね、小川も腕の振りからの腕の振りでボールの出どころで、出た瞬間ミットまでもう糸ついてるように行くね、この投げた瞬間からもう綺麗な球筋でそこにミットに向かってトーンっていくあのフォームのバランスはね、素晴らしいね。で、 力も多分めっちゃ伝わってる、ボールに自分の力マックスが非常にボールの出所、軌道、フォーム、バランス非常によくまあ、っすぐカット、ツーシーム、チェンジアップあの軌道が一緒だから、多分相手打線に見分けづらかったんちゃうかなというところが非常に感じる、俺はすごいねい、4失点したけども非常にいいピッチングかなとで、6回ね、ねあのこうちょっとバタバタするんだけどちょっと100球前後ぐらいから高めに抜けてきたからちょっと疲れたかなっていうね。まあ こういうところもねあの初めての経験だし、まあ、ちょっと疲れたかなっていうところとね6回表、高橋奎司がねショートの内野安打足速いね結局、この内野安打から、まあ、塩見、三振取るけども青木、ライト前ヒットで山田、ライトフライでツーアウトになって村上の打席で坂本のパスボールバッとああいうの取っておかないと、ね、その小川を引っ張っていく部分にはこう取れるやつだからねで結果、フォアボールになってサンタナに、ね、センター2点タイムリーツーベース打たれて、まあ、失点。 するんだけども、まあ若干ちょっと疲れたから。でも内容投球自体は俺は非常に良かったから、次の試合もこうねう。超期待したようなピッチング内容に見えたですね。で、ここでピッチャーね、交代渡辺に変わるんだけども、初球のスライダーをね、長岡がライトでタイムリーヒット。これね、変わって、まあソートバンクからね、移籍してきた渡辺だけども、変わって初球スライダーを。一発で仕留める長岡グッ、非常に素晴らしいね。まあ、ひょっとしたら。 スライダーをね、サイドだから初球スライダーからちゃうかって、いやまあ張ってたのかもわかんないけど、交代直後にこれをね、しっかりね、しとめてタイムリーっていうところは非常に素晴らしかったかなと。で、その後ね、オスナ、ライトでね、タイムリー。ここどうなんだろうね。長岡のワンポイントでもよかったんちゃうかって俺は個人的に思うけども、まあ次の回ね、ピッチャーからの打席だったから、まあこのイニングは完結してほしいと。 思ったのか俺はでも,も、長岡を渡辺ワンポイントじゃなかったんだったらもうそのまま、小川投げさせてもよかったと思うけどね、それだったらね、次の回、打席のこと考えるんだったらそれか、オスナも,もバッテリーごと変えてね打順の入れ替えをするっていう、多分そうだったと思うんだよね。 そそうそう6回表、代打オのデータが出て,裏出てるからそれでも良かったんちゃうかっていうちょっと采配ねんっていうところはありましたけども、まああのーまあ、結果ね、ねそこの4点っていうところがね大きく響いてまあ阪神はね2安打なんでちょっと打、ね、つ手なしっていうねところでしたねで21日、0対4でヤクルトっていうところで阪、ね、神、桐敷5回94球8安打5三振1四球3失点とまあ、っすぐスライダー、フォークツーシームあのー、よかったねそのびっくりするぐらい何かが特別ね。ね ウォーっていうのがあるわけじゃないけども丁寧に投げてたししっかり多分ころも、ね、コンパクトにくるから見えにくいんじゃないのかなっていうところであとは、ね、対左に対して初回ワンアウト13リー、一三塁村上の、ね、ワンボール、ツーストライクからツーシーム4、6、3のダブルプレー取ったのは非常にグッと。 あの通信も非常に良かったねだから左にああいう風なところを投げ切れるってことはあの左にもしっかり最近ね、ね、あのー、新人で入ってくる左ピッチャーは結構左バッターに打たれるからねそういったところでもやっぱり打たれないためにもこっちを投げ切れるかっていうところであそこをねしっかり初回からねピンチの場面で村上に対してあの通信も厳しく投げれるっていうねところは非常に素晴らしかったかなと。 で6回ぐらいになってね、ね小川も一緒だったけどちょっと疲れたかなと、ちょっと請求がね甘くなったり高めになったりしてツ、ね、ー打されたんで、まあここからね次の回も期待値大だけども、もしっかり低めにしっかり投げ切れるかっていうところがね、ね形式のピッチングがあのコンスタンスに、ね、安定できるかっていうところのポイントかなっていうところではね、まあ、初めての,あの俺は見た、しっかりとしたねあの長いイニング見た中での感想です、はい、ヤクルトね、ね高梨、6回96球、5安打5三振、2一1 デッドボール無失点と。結構ね、まっすぐフォークっていうイメージ強かったけども、あの、昨日はカーブとスライダー結構使ってたんだよね。まあこれがね、まあキャッチャー、まあ去年までだったら中村多かったけども、まあ古賀に変わって影響かっていうね、これいい悪いとかじゃなくてね、そういったやっぱキャッチャーによって、その使う吸収が変化したりするっていうところでね、非常にそこいいアクセントついて、非常に良かったんじゃないのかなと。バッテリーのコミュニケーション的にはね。で、7回の塩見のね、ランニングホームランっていうところに、 なるけどもあそこはまあ両方がスライディングするのはね、まあ、仕方ないと思うのその後の、さとゆっくりフェンスに向かって終わりすぎだねあれもっと全力でいって取ってだから、塩見がホームまで行くと思ってなかったんちゃうかっていうぐらいちょっとゆくだから外野手あるあるねあの俺はいつもキャッチャーの時から思ってたけど外野手あるあるは 別に佐藤だけじゃなくて抜けた瞬間にそれまでのボールを追われるのと同じスピードでいかないんだよね、若干まあ壁に向かっていくっていうのもあるけども、も若干緩めるんだよね、でそれによって塩見がランニングホームなんだけどあそこまでキビキビって動いたらねひょっとしたら3塁で止まってたかもしれないっていうところは、まあ、やってもらいたいなっていうね、でまたねこの辺もね、まあ、4対0、阪、ま、神、あ、はね5安打ていうところでちょっとね。 攻めてなかったなっていうところと、まあ、ヤクルトはね本当にリリーフ陣、まあ、石山、大西、で梅野、ね、日曜日投げたけども、えー、土曜日にはね清水、田口で金曜日は、えー、大下、坂本、梅野、マクのフと、ね、あのまあ大下はちょっと打たれちゃったけど全体的にリリーフはねしっかり投げきったこのね最高の3連戦、3連勝だったかなっていう、ねまあ、逆に阪神はねもう火曜日から仕切り直してねどこまで頑張れるかっていうところがちょっと打線がね打てなかったっていうところが、まあ、あとし初戦のね 逆で負けが、まあ、痛かったかなっていうね、ところはあります。でも、小川喜之助ね、非常にいいピッチングだったんで、次回当番もね、期待したいですね。さあ、続いて、DNA 広島、ね。二十五日、三対十一で広島、二十六日、五対十で広島。えー、二十七日、六対七で広島、広島、三年以上っていうね。ところで、よく打線がつながるね。カープ、ね。今ね、ネット上で、ね。広島の新井ちゃんちっていうね。 あの特番にオンラインでね出演したけどもあの広島はね5位ですって言ってねふざけんなって言ってねあのもうあの順位予想ねあのもう毎回下にしたチームからふざけんなって言われて開幕調子良かったらお前見返すぞみたいなね感じでそういうのじゃないのよ、ううそんなこと言ってたらどこもなるからね俺の順位予想なんてそんな真剣に見ちゃだめ当たらないんだから。というところでね去年のヤクルトも最下位予想よ。 オリックスも B クラス予想、ね、真実じゃだめ、はい、そんな向きにならないでと、はい、いうところでね広島の3連勝になったけども、あのー、26日5対10で、ね、広島、まあ、初戦同様ね、ねちょっと守備の差がね大差へつながったかなと、ね、広島初回、ね、ツーアウト、二塁から松山のねレフト前、あのフォーク、ね、うまい感じ取ってナイスバッティング、ね、あれなかなか難しかったね、でもレフト差の、ね、の、まあ、2塁ランナー、西川のねナイススライディングなんだけども、あれをね、 やっぱアウトにできないと苦しいよね若干ね、ねホームへの送球が中途半端なショートバウンドになって伊藤がねまあ、タッチしにまあ完璧にタイミングアウトなんだけども西側にタッチしに行くから避けられるんだよねあれ、ベースにどうせベースに来るからねあれベースにタッチ気持ちわ分かるよやっぱランナーにタッチしに行きたいっていうね気持ちは俺もキャッチャーだから分かるけどもあれをやっぱホームにタッチしに行くとどうせそこに手が来るからねタッチできるんだけどもまあ、そこのねちょっとしたこと。ねで まあ先制点を取られて3回表も、ねあのー、森下のセンター前森下、いいね、やっぱりさすが六大学、ね、で西川の、ね、セカンドゴロエラー、きバットほぼノータッチでライトに転がっていったからねで菊池がバント打って琴ノが、ね、ライトへ犠牲ぐらいきっちりいってていうそつないんだよね、カープはこの3連戦もう点取れるシチュエーションで必ず、ね、点取っていくっていうね。 DNA も、ね、4回裏、ワンアウト、二塁から牧野、ね、センター前で1点で宮崎がワンアウト、三塁からセカところで1点ってなったけども菊池が1 2、2塁かダイビング、グッとナイスプレーあれ抜けてたらひょっとしたらもう2点ぐらいひょっとしたら入ってたかも分かんないぐらいの試合の中であったけどもあそこでねしっかり宮崎アウトにして2失点でね踏ん張ったっていうところは非常にね 大きかったんだ,だから初戦も含めて、ね、こ菊池のやっぱ守備力っていうのは大きいね、でその後あ思ってね先頭の菊池がホームランで1点っていうねもう守備からが打撃へっていうねで流れが来てるよね、であのー、森下のねレフトタイムリーね、その後あったけどもそこでもねレフト、佐野がねパンブしてポロンチョってね、えー、するんだけども、まあ、あれ、取ってでもね多分、ホームはセーフだけどもでもそういうところに、ね、隙を見せてるとその後トントントンっていうところがね。 来るからね、やっぱそういったところは、まあ、ちゃんとね、しておかなきゃいけないっていうところでね、まあ、でも、この日はね、本当にあの森下もね、4打数3安打3打点だからねまあ、よく森下がねナイスだけども d n a 投手陣はねやっぱそこら辺、まあ、きっちりやっていかなきゃいけないのとやっぱ開幕3連戦は、ね、どのチームもピッチャー打ち勝ちっていうねところもあるし先のヤクルトのね高橋圭二の内野安もそうだったけど結構得点にね、絡んでいくからね活動のホームランとかね、そういったところでも。 まあもうちょっとね踏ん張りたかったっていうところと、打、ま、ち、あ、負けだね、本当とよくつながる、で広島はね、まあ、さっきも言ったけども、も取れるところでねしっかり取り切れるっていうところで、まあ、3回ね、ね先ほど小園義勢フライっていうところとね。あの 6回にも、ね、相澤がワンアウト二・三塁から犠牲フライ、まあ、タイムリーじゃないけどもそのタイムリーと犠牲フライっていうのをしっかり、ね、絡めて取れるときにそ、ね、つなく取っていくあれ昨年までの広島と違うねっていうね昨年までチャンスは作るけど点が取れないっていう広島だったけども今年は、ね、この出だし開幕3連戦から考えるとねチャンスを作ってそれを、ね、ポンポンポンって確実に、ね、点を取っていくっていうところが大量得点につ、ね、ながっているかなとで日曜日の試合、6対7で広島の逆転勝ちっていう。 ところだけども結局ね守備なんだよ、まあね阪神、坂本ね悪くなかったと思うけどね全体的にピッチングが、ねれれね、いい感じで d n a 先制してこう勝つのかなっていうねところはありましたけども結局はね守備のだからこの3連戦、ね、ねちょっと守備の差がね大きかったかなっていうねあのー、5回表、ね、西川のスリ、あのー3ベースの時きに、まあ、宮崎がね 三塁長野がね3塁回って若干行こうかちょっとオーバーラン大きすぎたんだよね、でセカンドの牧がサード投げるんだけども宮崎がね長野がホームに帰ってないと思ったのかゆっくりこのサードにタッチする姿ね、でその間に長野がねホームに帰って,てセーフっていうね、ああいうのは避けたいよね、このやっぱ流れ悪くないよね、せっかく3回の裏にね楠本が先制タイムリーツーベース2点ね。 ワンンチャンスものにして昨日までの、ね、悪い流れを払拭するようないい形の生成ね制2点でそこからの,この5回の表の,、ね、その超早急ミスっていうところは、まあ、無駄な、ね、失点を増やしていくんで,でその後、ね、あの5回裏に、ね、あの佐野がホームランで6回裏に宮崎ホームランと同点になってで8回裏に牧が、ね、ホームランを打って一発攻勢であこれは。 今日は d n a 勝ったなっていうところでね9回ね先頭の坂倉ショート内野安打大和バーッと足引っかかったのかなでもホームグラウンドだからねそれはもう許されないねあと足揃ってたからねあれ普通のちょっとバウンドは中途半端だったけどそんな転ぶようなやつじゃないねでそこで転んで内野安打そのあバ堂シがね遅れなくて 最後バスターもう俺はツーストライクからバスターっていうのが好きじゃないんだよね、もうどうせ打つんだから、誰もあんな構えじゃバントやと思ってないのに、普通の構えで打ちゃいいのにね、でもほんで、ショートゴロ、これでゲッツー取れず、マキがね、ファーストへの送球が取れえて、これゲッツー取ったら終わってたよ、で、相澤、サードゴロで、まあ、あれはダブルプレー無理だからね、で二塁行って、で上本があのセカンド内野安打、チョウのフォアボール、で西川がね、タイムリー。 スリーベース打ってあの低めの球をあのセンターオーバー、すごいね、まあ、前進守備引いてたけどね、すごいいいバッティングで、ね、一気に走者一掃、逆転っていうところで、まあ、山崎康晃も打たれちゃったけど、あれもうミスなかった終わってたからね、結局3連戦ともに守備のミスがねこの3連敗に結びついたっていう d n a の試合になったね、だから勝ちきれるところを勝ちきれなかったっていうのはもったいないね。 だからまあさっきも言ったようにね先発、坂本はねそんな悪くなかったと思うしあと広島のねねやっぱりね連打がすごいねこれと取れるべきところにしっかり取るっていうところがね結果、3連勝につながったかなと思いますさあ続いてえ巨人え25日4対2で巨人で26日え7対5で巨人で昨日7対5で中日ね逆転勝ちっていうところで2勝1敗で巨人の勝ち越し10年連続勝ち越しすごいねでまあ開幕戦のね ことは、えー、言ったけども土曜日の試合ね、ね勝つの、まあ、序盤がねこの右バッターへ、ね、のインコース、ね、ちょっとストライク取ってくれないというか、取りきれないでちょっと苦労したけども、まあ、両コースねきっちり、ね、あの投げてスライダーとかもねで初回から結構ねテンション上がってあのかなり力感持ってね 飛ばしていったんじゃないのかなっていうね表情がちょっと初回、まあ、緊張感もあったけどね、まあ、初回と中盤では圧倒的に違うかなっていうね、で低めにフォークボールも、ね、あのしっかり投げきって高さを思いねにグッとっていうね、でまあ、山崎も、ね、たまに、ね、力あったしあの、いいピッチングだったかなと、あの勝つのに、ね、ホームラン、あれはちょっとね、もう勝つの素晴らしいよ、本当に野手かって言わんばかりの、ね、ホームランだったけども、ちょっと油断したかな、ね、そういったところは、まあ、今後ね、あの5回の。 あの、ツーランホームラン、勝つのにね、ツーアウトから強打のね、悩んだからのホームランだったけれども、ちょっと油断したかな。まあ、そこら辺はね、次の登板に向けて、しっかりね、気を引き締めていきたいところだけども、投球内容自体はね、非常に素晴らしかったかなと。あ、この日は日本放送で解説してました。ね、まだラジコで聞けるんで、聞いてみてください。で、まぁ、あ、序盤のね、試合展開すると、この2回表にね、ワンアウトに3でいいから、石川のね、セカンドルの間に1点取るんだけども、けどもね、この、 まあ前日ね、ね同じステーションで三振しているからやっぱ三振は避けたいとでもしょ、まあ、打撃自体は野手が後ろに下がってたから、まあ、内野から打ったら1点入るっていうところでね、まあ、結果、セカンドゴールで1点入ったから良かったんだけども初球からあの進塁打みたいなバッティングするのはだめだね、もったいないねあれ追い込まれてからだったら最高のバッティングなのよ。 でもあれを初球からって、まあ、これから中日を引っ張っていかなきゃいけないクリーンアップを打たなきゃいけないというバッターに初球からなんか合わせたみたいなセカンドゴロで OK みたいなのは俺はちょっと違うと思うんだよねだからそ追い込まれてからだったらいいんだけどねもうちょっとブンとね、まあ、振ってもらいたかったなっていうところは、ね、ありますね、まあ、その前の鵜、ね、飼の,の,のサードへの内なんだね、ハ初イット、三塁線、まあ、岡本ね、ねよく取ったけども中途半端になってね 中田も取れずあれ止めに行くのは止めに、あれ取りに行かなきゃいけないからね、まあ、そこらんちょっとエラーっていうのもね痛かったかなっていうところはあるけども、も2回の裏にね、山崎伊織が、ね、ピッチャー強襲のタイムリーでね、満塁から、まあ、だからこれやっぱ3連戦、ピッチャーがね打って点取るんだけども、も、まあ、それをね勝つのがやり返したっていうね、倍返したっていうね、打たれたら倍返したって、いう山崎伊織は1打点だけども、俺は2打点だっていうね、倍返したっていうね、あのこれも放送でも言いました、はい、言いたかったんで、もう一回言いました。 で,で4回裏ね、ね大城の勝ち越しタイム大城もねこの前のね打席でチャンスでねインコース見逃し三振してねこの打席はなんとかしなきゃいけないっていうところでまあねワンエンドツーからのフォークボールねあのー、うまく引っかかって一塁にか抜けて、ね、タイムリーっていうねあの勝ち越しになったけどもあそこ勝つのねもう一段低め投げたらやっぱ2打席バッターっていうのはやっぱ2打席連続チャンスで三振特に見逃し三振したくないからもう振って三振なら仕方ないって言って。 な結構、ワイドに振ってくるからあそこ、多分もうちょっと低めでワンパン投げてても振ってたと思うんだよね、そこら辺はちょっとね、もったいなかったなっていうところはあるけども、も、ま、大、あ、城は、ね、よく打ったなっていうね、で2回、ね、勝野がツーランを打ってで逆転して、あら、で、8回表に加藤、で石川連続押しだしね、あと木下の、えー、打撃棒が これね、あのなんで打撃妨害が起こったかっていうと高橋勇気がその前にとんでもないワンパン投げてるからちょっと大城もワンパン来るかもしれないちょっと前のめりになりすぎたんだよね、前のめりに投げすぎて取ることによってミットが1個前に出て木下のねバットに当たって打撃妨害になっちゃったんだけども、まあ、その後ね、畑に代わっても押し出し、押し出しと2点取って、で、5対2。 ドラゴンズだなっていう流れからの5階の裏、ね岩崎に代わってまあポランコフォアボールちょっとなんか肘のね違和感でっていうところでまあここからね急にね登板、田場になるんだけども岡本センター前、で中田もタイムリーで丸のねショートゴロのの間に1点あショバルのファーストゴロの間に1点この丸のバッティング、非常に素晴らしいあのまあ2点差でね 巨あの中日が勝ってるっていうところでノーアウト、二、三塁でもう守備が後ろ下がったんだよね、1点は OK ですよっていうね、でそうなった時ににピッチャーは左の服、ね、スライダー、スライダー大きく空振りして追い込まれて、ね、ここでやっぱり一番いいのは,それはヒットとかね一番いいんだけども、も一番最高の。 バッティングっていうのはセカンドゴロ、ファーストゴロで3塁ランナーもホームに返してセカンドランナーを3塁に進塁してワンアウト3塁で1点差をするっていうのが最高のステーションヒットの次にねその中でレフトフライよりそっちのレフトフトライよりもセカンドゴロ、ファーストゴロの方がいいからねセンターフライで3塁ランナーが3塁に行けないんだったらセカンドゴロ、ファーストゴロの方がいいヒットの次に最高のバッティングっていうのを追い込まれてね服のスライダーを思いっきりねヘッドを。 返して引っ張って。このファーストゴールで1点取って3塁に進める。このバッティングは非常に素晴らしい。本当にこのね。結果勝敗を超えた。あの勝敗を決めたね。バッティングって言ってもいいぐらいに、あの非常に賞賛されるべきね。ファーストゴールだったと思うで、次ね。代打中島が出てきてで。 ね、やっぱセカンドの中田の時は帰れないんだよね、ま、だ延長これ去年までだったら多分もうセカンドの行った時点で中田帰ってたと思うんだけどもこのサードに行ったことによって弱さに変わったんだけどもこれなんで帰れなかったかっていうと、やっぱ今年延長があるとで同点になった時点で中田を下げれないと、でまずセカンドランナーやっていうところで去年までだったら帰ってたのに帰れなかったで、3塁行って、でこれ帰るのも即座にできなかったんだよね。まあ、準備弱さが仕切れてなかかったのか もしくはベンチが迷ったのかっていうのはあるけどもちょっと時間かかる中湯浅の3塁に行ったていうのはねその延長戦の戦術も考えながらの選手起用を今年はし,しなきゃいけないっていうところの象徴だったかなとで中地が、ね、スライダー入ってくるところを3塁間打つんだけどもあれ湯浅ギャンブルスタート4にスタート切ってたから仮にあれがサードショートが取ってたとしても1点も入ってたねで同点になってでその後ワンアウト1塁からダイソー縦岡が出て大城が。 バンとするよワンナウト一塁からこれが勝負手だったねでバンドを決めてツーアウト、二塁になって若林になった時点で、ね、外野が前進してくるでそれを、ね、低めのちょっと難しい球だった時すくい上げてセンターオーバーあれ、もしね普通の定位置だったら普通のセンターフライだったけどもワンアウトを犠牲にしてバンドをしたことによって外野が前進するで超えるっていう,、ね、もう原監督の戦略勝ちだったね。 試合だったんですねだからこういうのがバントには見えないバントの威力があるのよ、だから何でもバントはだめやとかっていう人いるけどこういうところが守備体験も含めて効いてくるっていうねそういったところはねメジャーとかにないからね。 そんな全身守備引いたりもしないから、そこの、ね、野球とベースボールの文化の違いっていうのもあるけど、も、この,、ね、オーショナのバンドを決めたことによってこれが生きるという、ね、最高の形になったかなと、でその後ねウォーカーができ,できてタイムリーツーベースで、ね、2点差になって、大勢が、ね、新人で2試合連続のセーブという、ね、あのジャイアンツとしてはもう最高の勝ち方、中日としてはやっぱり勝ち方、あと岩崎の肘が心配かなというところはなりましたね。で昨日のの試合、ね、5対7で今度は、ね、ドラゴンズの 逆転勝ちっていうところになりますけど赤星に勝たせてやりたかったね、本当に、あのー、これっていうびっくりしたような球があるわけじゃないけども本当まあのー、っすぐカーブ、スライダー、でフォークあのどの球種も本当に安定感あるし内、外、投げ分け緩急も使えるしキャッチャーとしては多分非常にリードしやすい。 えー、ピッチャーななるのかなとで安定感もありましたししっかり投げきった勝ち星つけてやりたかったけどねでも,もう本当にあのピッチングしてたらもう本当早いうちに勝つなっていうところもあるし非常に安定的な自分から崩れていくような、まあ、打たれて負けるっていうのはあっても自分から崩れていくようなタイプじゃないのかなっていうねいいピッチング、えー、だったと思いますでもその中ね、ね初回ね立ち上がりの柳がねまさかの4失点すると思わなかったね、まあ、ここね、ね日刊スポーツの評論で、ね、見てましたけども吉川がねいきなりスリーベース打って坂本復 起戦でさすがだね、すごいね、でその後ポランコアウトになるけど、ポランコもうね、あの今、悟トてる状態になってるよね、もう開幕戦に外ばっかり打ったから、インコースばっかり攻められてね、そこを多分対応しないとエンドレス攻められるから、まあ、そこの対応がね、今後火曜日からの試合、どうなるのかがね、鍵になってくるけども、もで岡本がね超対空時間、あれが入るんだね、滞空時間あるホームラン、で中田がね、えー、2者連続っていうところで、 一気に得点で赤星の投球見てたらこれ、勝ったなっていう、ね、あのところあるけどもで5回に阿、ね、部がセンターバックスリーのホームランこれは結構伸びたねで7回裏に岡本が、ね、センターへタイムリーヒットを打ってこれで5対1もう勝ったなって思ったところ8回、ねえー、ピッチャー高橋に勝って 石垣は三振取るけども大島レフト前、小林レフト前、で、鵜飼がねタイムリーツーベース、もうちょっとでホームランだったけどね、でビシエド、サードゴロの間に1点上げて2点、で、これで5対3、まあまあ、これでもまだ2点あるしね、ねもう赤星と赤星の親はドキドキだったと思うけども、もで、9回、大、ね、勢かな、3試合連続、そこ、デラロサ出てきて。 ままあまあ無理させへんか、ね、新人だしね怪我しても困るからっていうところで阿部、安倍フォアボールで石川のショートゴロの広岡のエラーあれ痛かったねあれ取っててあれゲッツれは無理よ二遊間両方行ってるからねでも1個取ってるだけでいいのにあのエラーでなって1、3塁で福留、フォアボールここもね犠牲ぐらいでよかったのよもう犠牲ぐらいでワンアウト取って1塁だったらそれはできてたのにあのフォアボールで満塁で代打、山下三振。 でその後、ね、大島が、ね、あのライトへ同点タイムリーヒットっていうね,でもね、ここに山下と大島のレギュラーになれるかどうか1軍で通用するかどうかの違いがあります、まあね、大島はもう最後、ね、デラロサもうインコースストレートしかないのよ、もう全体で見てでもちゃんと投げれるのはであそこを行ってそこをもう一発でしめられた大島。ね、あの山下も あのツーボールからもうインコースしかないのよ、それを空振り、空振りって仕留めれなくてっていうね、あそこを一発で仕留めれるかどうかが一軍に入れるかどうかの、すごいこの、ね、山下と大島のこのね一軍か一軍じゃないかの違いがよく分かるね背景の一発で仕留めれるか、やっぱり一軍の選手、ね、レギュラーの選手というのは、そこに来た時にやっぱり一発で仕留めれなきゃいけないんだよね、そういったところの差が生まれたかなと、でもうあとね、10回来たら直江になったけども、結局、ね、デラロサ、直江もフォアボールからね、 結局このフォアボールが絡んで失点してるんだよね、だから、えー、直江もねフォアボール2個、デラロサもフォアボール2個、で直江はデッドボール3つ1つあるから、2人でねあの2イニングで5四死球与えてるからね、やっぱそれは厳しいよね、で最後にね水脇、グッと、ちやったところだけどね、立岡グッと、素晴らしい、ダイビングね、あそこ、もうもうちょっとした差でワンパンだったけども、もあれをねやっぱ飛びつくのがねやっぱプロよ。 ね、あれ万が一言ったとしてもそれはもう仕方ない、でもあそこを、ね、ノーバン取ってたらね大ファインプレーになったところ勝負かけて、おどうやってなったけども、ね、ワンパン、でも、ね、あの姿勢グッド、非常に素晴らしかったかなと、やっぱああいうのを続けてたらね、ねやっぱそれ使う方も、ね、やっぱそれ勝負、立岡で、ね、守備頑張ってもらいたいなってねいうところは、ね、思うと思うんだよねそういったところでも、まあ、最後ね、ね立浪新監督勝ち切ってね、ねグッと勝利でした。ね、やっぱ3連して名古屋ね 1あの一回引き返さなきゃいけないのもちょっときついんでね、そういった意味では、まあ、でもジャイアンツは、ね、痛かったっていうところとは、まあ、やっぱ新人体制をね、まあ、3試合連続はやっぱりね、怪我もあるんで怖いから、まあ、でも10年連続勝ち越しはね、非常に素晴らしかったかなと思います、あとあの、日刊のね、評論でもあの書いたんだけども、もうちょっとでね、あの読解力を持って読んでもらいたい人がで、ね、一部いるね、だから、あのー、誰も大城の配球がバレバレなんか言ってないからね。 セカンドランナーにいたときにサインがもう、これはね大島問題というより、多分赤星の問題なんだよね、ピッチャーのね、あのもう単発で出したりとか、もうリズムが全然違ったりとか、もう見る人が見たら分かるんだけど、もあのもうちょっとそこを赤星もやっていかないと、やっぱセカンドランナーにサインがばれちゃうと、そういうね、次ワンパンになるから、ワンパンした瞬間、三塁行こうとか、カーブだから盗塁できるんちゃうかとかね。その タイミングに合わせて第2リード取れるからそのホームへ行く一歩がやっぱ早くなんだよねそういった意味でも、まあ、伝達っていうことはないだろうけども、まあ、セカンドランナーにも無駄な情報をやっぱ与えると僅差の1点の勝負の1歩2歩の、ね、コンマ何秒がセーフになっちゃうからそういった面でも、まあ、そのもうちょっとねあの単調にならないでサイン出した方がいいのかなっていうようなだけだけどな、あのー、あと、もう大城派と小林派にも俺を巻き込まないでほしいんだよね。 別に俺はどっち派とかでもないしあの別に誰が嫌いとか誰が好きでもないしああとなんかもうあのちょっとせなんか言われるとキーってなるじゃんもうちょっと落ち着こう、あとあのー、見出しに俺、見出しを俺が決めてないからね見出しにね騙されてる、ね、もうちょっと読もう、中身を俺は大城の配給がバレバレとか。 リードが単調とかリードバレてるとか誰も言ってないからね。<laughs> <You understand? S 1> 頼むよ一部の人だけだと思うけどねあと、あのー、日本ハムのビッグボスとかの話もあるけど俺好きとか嫌いで評論してないからねすぐなんか厳しいこと言うとアンチやとか嫌いやとかでちょっといい方のこと言うとコビ打ってるとかもう訳分からへんねんって僕一部の人だけに言ってるからね。 全員じゃないよごく一部の人そんな単純じゃないのよ、ね、俺は何回も言ってるけど好きとか嫌いでやってないからねあとあのなあの論争に俺を巻き込まないでほしいのとあと、ま、論争に俺の言ったことを使うんだったら正しく伝えてねあの端折って自分の都合のいいように切り取ってやるのとあとあの読んでないちゃんと読んでない人もいるからちゃんと読んでねお願いしますよねっ あのー、分からないところで俺の戦争になってるからで、ね、やめてよ <laughs> さあということで申し送り事項いる今年一応もうツイッターでトレンドが上がってるんでそうなの <laughs> 申し送り事項次どこだよヤクルト大巨人神宮か巨人の皆さんヤクルトやっぱりね一番の注意は塩味よ 潮見を襲われるかどうかですよヤクルトの皆さん最後まで諦められなければジャイアンツのリ,リーフ陣何かあるかもしれませんよ続いて、えー、広島対阪神ねタイガースの皆さんカープ開幕3連敗ですよいけますよ広島の皆さんここだけですよタイガース開幕3連敗ですよ いけますよ中日い d n a 中日の皆さんここだけの話ですけど d n a 開幕3連覇です守備もたれついてますから全力で走っておきましょう、ね、d n a の皆さんドラゴンちゃんちょっと若手の勢いが増してるんでちょっと岡林抑えましょうちょっとジョイントになってるんで結構ねキーポイントですよ ソフトバンク代ロ,ッテロッテの皆さんソフトバンク3連勝らしいっす去年のね開幕逆転劇やり返しましょうソフトバンクの皆さんロッテ雨で流れてるんで多分お邪魔がいきますよ結構いいピッチャーですからね気をつけてください西武対日本ハム西武の皆さん日本ハム3連敗っす でもなんかここから本気らしいですけど気をつけてくださいね日本の皆さん西武ちょっとね山川がね今年違うんだけどもそれ以上に気をつけなきゃいけないのオグレディ出すと山川の前にランナー出ちゃいますよ楽天対オリックスオリックスの皆さん楽天マーク打ちますかね嫌、ね、な巻き方しましたけども初戦大事ですよ 皆さんオリックス若干リリーフ投げれない人もいるみたいでバタついてます最後まで諦めないで、はい、さあということでね猛リ日旅行も終わってあ最後にねベストナイン発表していきましょう、ねえー、開幕カードということで、えー、活躍した人が多いんですけども特別賞はありません、ね、数上げるとキリがないんで今回は本当のベストナインだけです、ね、パ・リーから ピッチャー、オリックス、山本、ゴット、もう神の領域です。<っ>キャッチャー、ロッテ、松川、ね、高卒なのによく頑張った、ファースト、西武、山川、どすイ、はい、脇締めないと、そこ、疲れますよ、セカンド、ロッテ、中村勝負、安定感、サード、ソフト,トバンク、ガリベース、逆転満塁ホームラン一発回答 ショート、ソフトバンク、今宮、元気が一番。レフト、ソフトバンク、栗原、一本で流れをつかむ、バッティング。センター、楽天、田中和樹、バンドは失敗したけども、サヨナラで今季初勝利。ライト、オリックス、後藤出たレギュラーつかめるか。ね、B、モレノさんが応援してますよ。DH、ソフトバンク、グラシアル。 格だね続いてセ・リーグピッチャーヤクルト高橋デ奎二 DRJ 友珍ソロデビューシングル女性ソロ歌手のシングル発売初週15万枚は宇多田,田ヒカルさん以来の4年1か月ぶりの大ヒットでございます、えー、2011年2月7日付のデビューシングルねこれと同じようなデビュー開幕戦でしたねキャッチャー 広島相澤3連勝立役者ファースト巨人中田、ね、体重増加でバッティング向上セカンド広島菊池攻守で大活躍サード広島坂倉7安打5割はすごいショートヤクルト長岡レギュラーダッシュかレフト広島西川ベストナインあるね センター、巨人、丸、5割で丸、ライト、中日、岡林、ブレイクか、頑張れ、さあ、ということでね、もう70分も喋ってます、終わりです、皆さん、今年もも総チェック、よろしくお願いします、あそしてですね、あのー、なんと、もうすぐ50万人いきます、50万人行けばね、何かいいことがあるんで、皆さん。 チャンネル登録してない人は早くして50万人に生かしてください。ということで火曜日からのプロ野球もね楽しんでいきましょう。それでは